超回転寿司ストライカー。はい、皆さんこんにちは、ダイタラです。今日はこのゲーム寿司ストライカーっていうのをやっていきたいと思います。任天堂が発売したなんかねちょっと変わったゲームなんですよね。寿司がメインのね、ちょっと任天堂ダイレクトで見てから興味持ってしましたのでね、今日はこのゲームで遊びたいと思います。行きましょう、始めよう。なんか結構子供向けゲームって感じするんですけど、僕結構好きなんですよね、そういうタイトル。では主人公男の子女の子選べるんですけど、僕は男の子でいきます。武蔵頑張ろうぜ、行こうな、始めるぜ。さあ、このゲームはオートセーブでーす。マジか、全部オートか、やべえな。でもはスキルで飛ばせるよーっていう。いやでもいいや、僕見ていこう見ていこう、ね、体験版もあったみたいなんですけど、多分一緒の内容なのかなこれって。わかんねえや。そこは魚のいない世界。いやいや、魚なかったら寿司食えないでしょどうすんねん。地上に存在するあらゆる資源の中で、なるほど、最も高い価値を持つもの。それが何？それが寿司と呼ばれる食べ物である。魚ないんやろ？なんで？寿司の美味しさを求め、人々の間では生産な争いが絶えなかった。うん、寿司がうまいもん、それ争っちゃうわ。でも今回転寿司じゃなかった。そしてついに皿世界中の寿司を独占しようとした帝国。皿武器なん？人々に寿司を分け与えることを望んだ共和国の間で大きな激しい戦争が行われた。人々に分け与えるのが共和国ってことなんだ。世界寿司大戦である。寿司で争ってしようのが人は。敗北した共和国では、それ以来寿司について語ることは固く禁じられ、寿司食えないの？もう誰も寿司を食べることはできなくなった。辛すぎるやろそれ。はずだった、はずだった。いや、なんか光ってる果ての町村ねえ。主人公共和国の人間だったよね。今第一章、寿司との遭遇。出会ってしまったのか寿司と。子供だったよね確か。だから寿司について知らないまま生まれ育ったのかな、もしかしたら。とある共和国辺境の村、そこに一人の少年がいた。世界寿司大戦で両親と生き別れ、孤児院で同じ境遇の子供たちと過ごす暮らす。その少年の名は武蔵。俺が武蔵だ。おっす武蔵。じゃあこれが武蔵主人公ですね。いや腹減ったなり。腹減った。いやどんまい。すげえ顔しとんだ、待ってんの。お腹すいたよ。お腹すいたよ。もう食べられないよ。よし任せろ。森で食い物探してくるぜ。武蔵すげえ身体能力しとんな。あいつあんなのできへんわ絶対。さて武蔵は森に行くのかな今からね。あれ移動できるやった。はい、決定。ここかな。マップの感じはこんな感じ。なんかねえマリオみたいに移動していくんだ。アニメーション付き。うわお。寿司はいいの？いやいや、集める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 。これでチビたちもきっと喜ぶぞ。いやそれは喜ぶで。武蔵のやつだ。なんだお前。お前は小次郎。武蔵小次郎。ねえ。ポケモンじゃないですよ。ねえ。なんだこいつ。じゃあ食べに決まってんじゃん。あっち行け。よこせよ。なんで飛んだよお前。ちょっと食べてみよう。いや食べ過ぎ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 。なんで食べてんだこいつ。痛いわこいつ。俺たちには大事な食べ物なんだ。本当やぞお前。こいつ一本なんだ箸。背中、あ、箸じゃないのか、武器かこれ。二刀流やもんな。何やこの煽り方。3対1で勝った、強すぎ。一人3回ずつ殴られとるで。何やこれ。基本アニメーションでシナリオが進んでいくのかなこれって。もしかしたら。どうした武蔵。世界寿司大戦で両親はいなくなったからね。でも帰ってけえのちゃうか、孤児院育ちやからな武蔵は。あら減ったなり。いっぱいあるやろ木の実食べろって。おいどうした坊主。誰こいつ。メガネくん。なこいつ新選組っぽい格好しとんな。誰だよあんた。うん、俺はユキチ。ユキチ？世界中を旅するサスライ人さ。はあ。何があったか知らねえが、メソメソした。一万円の人ですかね、つまるところ。もっとシャキッとしな。うるせえ。何やこいつ。なんだ腹が減って。お前もなんか二本持ってんじゃん。それ箸じゃないの？何こいつ。たくさん食べるのは子供の仕事だ。あ、そうなの？子供扱いするな。俺はガキじゃねえ。なんかピアス開けとるもんなこいつ。ガキじゃねえんだ。大人の秘密を守れるな。何？誰にも言わないって約束してくれるんなら。何？特別に寿司を食わせてやってもいいぜ。寿司？寿司だって。
何寿司って、んおにぎり寿司、何それ。名前くらい聞いたことあるな。この世で一番美味しい食べ物だ。マジで食うか。この共和国の領内じゃ食べることはもちろん見ることも禁じ。え、見てもダメなの。それを食わせてやろうってんだ。どうだ、うまいぞ。捕まる。寿司なんて、寿司なんて大嫌いだ。嘘つけ。父ちゃんも母ちゃんも戦争のせいでどこかに行っちまったんだ。戦争が起こったのはその寿司ってやつのせいなんだろ。世界一うまい食べ物、寿司ね。この世からなくなっちまえばいいんだ。腹減ったけど、このゲームどうなんだ。確かに寿司のせいで大人たちは戦争を始めちまった。だが分かってくれ。何寿司には何の罪もね。確かにな。寿司はただの食い物じゃ食べ物でしょ。みんなを笑顔にする素敵なものだ。笑顔にするうまい食べ物だもんな。食べてみてくれないか。何何こいつ出てきた。タヌキ出てきたで。タヌキ、タヌキちゃうわ。ドラえもん、ね、寿司を司る寿司神の。寿司に神様がついてんの。寿司タヌキちゃうわ。寿司ごぬき、寿司がみつってんの。なあゆきち、あいつアニメーション長えなこれ。邪魔なかなかゲーム始まんねえ。にゃーにゃーって何。寿司出てきた。何カッパ巻きやんそれ。それが寿司だ。さあ食べてみな。え、いいの、うまいか。カッパ巻きはぼちぼちやろ。うん、うん、うん、うん。なんか出てきたぞ。シャボン玉出てきた。すごい出てきたぞ。これが寿司、なんて美味しいんだ。泣きすぎやろ今度。今度は嬉し泣きか。さあ遠慮せずどんどん食べ。いっぱい食べていいの。でもカッパ巻きしかないじゃん。キュウリが入ってるやつやろ。俺それあんま好きちゃうねんけどな。それ美味しいかそれ。そんなにな、まあ、好きな人おるんやったらな。キュウリ大好物の人は好きかもしれんけど、俺ね中トロとか食いたいんやけど。あ、出た。ゲームスタート。 なんだなんだ。ここ次始まったぞ。ここは寿司フィールド。寿司神が寿司をバンバン出せる場所さ。まあ細かいこと気にすんなってこと。じゃんじゃん言ってくれ。食べていいの。寿司には作法があってな。何作法って。同じ色の皿を2つ以上つなぐ。はい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 、やってみな。ってことでとりあえずこのゲームのシステムパズルゲームみたいな感じなんですよ。で、画面タッチが A ボタンを押しながら L スティックで同じ色の寿司を、皿を2つ以上つなごう。よし。ね、基本的にはおーおーおー、オッケーオッケー、そんな感じだ。ドゥルルルルってつなぐやな。オッケーオッケー、やっていきましょう。こうやってドゥン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 デイ。6枚皿やで。こんな感じ。後悔いいぞ。同じ色の皿をいっぺんになるべくたくさんつなぐんだ。さあ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 、やれ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 。え、いいの。イエーイ。これでいいの？やり方は。あ、ダメだ。2枚しかない。あ、9枚あるですごくないこれ。ねえ。こっち待っとこう。ま、いっぱい待っとこう。あ、僕限界、時間が限界あるんだこれ。ねえ。9枚。もういい？たくさんあるよこれ。いいんだよ、寿司出てこねえじゃねえか。そやで、皿だけやでこれ。割り割り。割り洗うオブに心に入ってもらうんだよ。何よ、どういうこと。心あって。よろしく。え？心得た。なに？わあ、いっぱいある卵。なに？エビマヨあれ。いや食いたい食いたい。カッパ巻きはいらねえ。卵好きより卵。さっきと同じように同じ色の皿を2つ以上つなぐんだ。つなぐつなぐつなぐ。食う食う食う。わお。笑顔だったぞ。食いすぎちゃうか？なんで美味しいんだ。どんどん食べな。なるべくたくさん一気にいけ。皿をつなげられるのは7秒間。7秒だと皿は消えちまう。7秒以内にたくさんつなげて一気に食う。それが息だ。え、みんなって寿司って何皿ぐらい食える？で、俺何皿だろうな。俺全然食えないんだよね寿司って。ね、おお。何皿ぐらいだろう俺。ね、5皿ぐらいしか食えねえかも。ね。よし。寿司。もうない？してきて。うい、うい。卵いっぱいある卵食いて。うう、うう、うう。11皿一気食い。くそうめえ。おいしい、おいしいよ。腹出てないかお前大丈夫かなあ。ね、俺回転寿司って一番コスパいいと思うんだけど、マジで全然食えねえもん俺。どうだ初めての寿司は。くう、ありがとう。感動したよ。寿司がこんな素晴らしいなんて。うまかったよ。やっぱ子供じゃねえかお前は。やれやれ。泣いたり笑ったり忙しいやつじゃ。うるせえ。
寿司だどき。なんじゃと。そこのジャケットはなんや。ああこれか。小さい頃父ちゃんがくれたんだ。父ちゃんがなんだ、戦争始まってすぐ母ちゃんとどっか行ったよ。そうかい。なるほどな。ガテンが言った。なんだ、有名な人いった父ちゃん母ちゃん、もしかして。これを持ってきな。あ、それ紋章のやつやん。なにこれ。はてなはてなはてなを手に入れた。なんだいこれ。え。さあな、だがいつかきっと役に立つ。ほんま、あんた一体何者だ。俺はユキチ、さすらいの寿司ライカーさ。何寿司ライカーって。寿司が好きって人。寿司ライカー。寿司が好きな人。うむ、わしら寿司神と契約し、なんか様々な力を引き出すものじゃ。略して寿司ライカー、ね、あー略してんだね、寿司ライカーって。寿司神使ったら寿司食べ放題じゃね。誰かいない寿司神、ね、俺と契約してほしいな。寿司を食べられる人間はごくわずかだ。だがな、このうまさを知らない人がいるんだ、ね、もったいないと思わないか。本当だよな。国も人種も関係なく世界中の人たちと寿司を分かち合いたいと思わないか。食いたい、世界中の人と寿司食いたい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 。そのために旅をしている。寿司で世界を笑顔にしたい。いや、一行目しかイボイスないんだね、大体。すげえ。世界？よくわかんねえけどすげえや。うん、世界っていうワードですごい。じゃあさ、どうした？何？じゃあ。ねえ、うちの村にも来てくれよ。親のないチビたちが腹すかせてんな。あいつらにも寿司食わしてやりてえよ。わかった。行こう。あ、いいの？笑顔にしようぜ。いやでも秘密って言ってたやん。嘘ついたなこいつ。やった。ね。ありがとう。嬉しいね。さて、おーっとこっち来た。さあ3面目かな。1面2面3面ね、進めていきましょうか。どんな感じなんだろうね。毎回アニメーション入んのかな。なわけじゃないか。よし、村までもうちょいだ。おいおい、慌てんなよって。いたぞ。なやい、ゆきちだ。わわわわわわ、なんで帝国軍がこんなとこに。まずやべ、お前は隠れてろ。え、気持ち悪い、このマッチョ。貴様だな、手配にあったユキチというのは。驚いたな、帝国軍の将軍が直々にお出ましか。俺様を知ってるとはナイスな心がけ。気持ち悪いな、こいつら、帝国軍。そう、俺様が。将軍、アブリコス。ねえ、帝国軍三将軍が一人、アブリコス様だ。すべての寿司と寿司神は帝国のもの、それを勝手に連れ歩くとは。寿司神を荒尾を渡せい。ごめんだな、荒尾を手放す気はない。そもそもあいつだってそれ望んじゃねえ。せやな、うん、我が心は諭吉と共にある。主ら、うぬら、帝国などに従わぬ。抜かしたな、全力で後悔させてやる。やろうど。負け負け。うわー、気持ち悪い、筋肉マン。えっ、ゆきち、あ、負けた、メガネ割れた、割れた、かわいそう、こんちくしょうめ。どうしたこいつ。ざまあ見ろ、ゆきちさん。あ、大丈夫っすか。なんだこのガキは。武蔵、手貸してくれ。なに、え、頼む。我が力を使い帝国に立ち向かうのだ。え、戦うの、どうやって。今一度我が寿司を食べよう。食べ終えた皿で攻撃するのは、やっぱ戦争皿が攻撃やったんや。どういうことやこれ。こうなりゃやけだ。やってやるの、やるの、いいけど。皿じゃなくてさ、食べなくてのまま投げたらいいんじゃね。いや、もったいないことできないってこと。さあいきなり来ました、帝国三将軍とバトル。ねえ、相手気持ち悪いな。ここさっきのな、皿で攻撃どうやんだ。さっきと同様、同じ皿を、同じ色の皿を2つ以上、なるほどなるほど。寿司をどんどん食べよ。まあ、食べてからでいいんだ。うん。上に共通レーンとかあるけど。なにあれ。この筋肉の前に敵はなし。どんどん食べていこう。え？え、どうすんだこれ。くらえ！なにこのレインボー皿。あ、レインボー皿は何でもいいんだ。ねえ、くらえってやったらいいの？ねえ。おらおら、いけるいけるいける、これはまだいける。くらえー、うわう、やばいぞ、いけない、いけた、くらえー。さあだいぶダメージ入ってんじゃね。で、どうする、食べ分けてるけど俺。あ、なんか入った、ダメージ。
テーブルが皿でいっぱいになると自動的に皿がシュートされる。あー、そういうことね。しかしシュートの方法はそれだけではない。寿司を食べた後積まれた皿をタッチ、上にスライドして投げてみよう。どういう風にするのそれ。 X ボタンでもシュートできます。あー、そういうことね。テーブルに釣られた様はいつでも敵にシュートできるぞ。同じ色の皿を続けて当てると、より大きなダメージになるんだ。え、もうやっつけた。俺、おのれ、皿シュートを使いのなすとはお前と遊んでる暇はない。なになに、は、な、食いすぎ食いすぎ食いすぎ、は、強すぎやろ。いたー、俺様の筋肉の力。え、負けたん、早すぎやろ。我ら帝国に歯向かうなど身の程知らずが。負けてきたの悔しい。そりゃ将軍やからこれで勝ったら笑うわな最初に。あ、死んでもた。いきなりお疲れ。アニメーションや。まったく。ね、俺様に歯向かうとはいい。筋肉いるな、これ。皿を耐える力がいるわ。連れて行け。え？やめろ。見逃してやってくれ。俺はこんなガキ知らねえ。そいつはただ巻き込まれちまっただけだ。お前の身柄と寿司紙さえ手に入ったのならこれで終わりよ。え、子供はどうすんや。帝国領内に引き上げる。え？覚悟しておけよ、ゆきち。え、キモいキモい。厳しい裁きが待っているだろう。ゆきちさん、助けに行かなきゃ。ゆきちさーん。うわ、マッチョに捕まれるのやだな、これ。あの筋肉嫌すぎるやろ。何笑とんねん。ああ、そうか。子供見逃しもらったんか。よかった。武蔵は無事でした。だけど、ゆきちさん、ああ。ゆきちさん、そんな、帝国に捕らわれちまったのか。寿司紙。助けないと。でも一体どうしよう、もう連れてかれたんかな。これなんだ、これ。これは何なんだ。ゆきちさんはどうして俺にこれを。腹減った、もう腹減った、早すぎやろこれ。考えれば考えるほど腹が減っちまう。なになになに、その大きな腹の音、よほどの食いしん坊と。誰誰誰誰誰だ。お主、力が欲しいか。力欲しいけど、なになにこれ。欲しい、異世界転生ものみたいに始まってる。 RPG か。でならばわしの声のする方に来い。こいつ頭に直接行ってくるか。これ絶対寿司神様だよね。どっちっすか。こっち。どっちやね。だから、うわうわ、早い、見たかった。おお、これは何。ちっちゃい祠やな。はは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 。あ、皿出てきた。これは寿司。サーモン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 食べたい。さあ食べるのじゃ。うまい。皆さんの好きな寿司のネタは何ですかね。おお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 お前のリアクションそればっかやな。食べっぷり、そしてその笑顔、寿司に感謝するお主の心。何来た、ちっちゃいなお前。そのおかげで自らの力を取り戻すことができた。うわー、これは犬。猫。猫。猫ではない。わしの名は陣雷。陣雷さん、帝国軍の手を逃れ、はい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 、このほかに身を潜めておった寿司神じゃ。あれ今一つしか組んでなかったのに、なんか二つともなくなってる。寿司神様。あ、いやいやいや、皿が。え、こ、なに、もうよついたで。それこそ契約皿、我ら寿司神との契約の証。あ、それが契約の証なんだ。先ほど食べた寿司によりお主はわしと契約した。マジ、これでお主は寿司ライカーとなったのじゃ。ついに俺も寿司ライカーに。え、寿司毎日食えるの？え、毎日サーモン食べ放題？寿司神の魂を封じておくことができる。え、すげえ服だったんやこれ。そんな使い方があったなんて。なんじゃ、父ちゃん、すごい。お願いだ、陣雷、その力を貸してくれ。ゆきちさん助けよ。俺に寿司の素晴らしさを教えてくれたゆきちさんを救いたいんだ。ヒロインじゃなくて、ねえ、あの人助けに行くんやね。女の子じゃなくて、珍しいよねやっぱ。世界中のものに寿司をとな。あらら。なんと素敵な夢じゃ。喜んで力を貸す。ユキチとやらを頭乗った。そこポジションなんだね。なんかアニメ化しそうだねこのゲーム。なんかありそうや。使い回せるもんね大体ね。さて続きいけるようになりましたね。わっ、さあエリア1の1っていうことで、今からこれがこのストーリーが始まっていくんでしょうか。とりあえずね、オープニングということで今回はこの辺で終わりにしましょうか。次回からね、また進めていきますので、また見てくださいませ。お疲れです。じゃあどん、寿司食おうな。